新年明けましておめでとうございます。 B レジェンド鍵谷でございます。2023年皆様にとってどんな年だったでしょうか。そして2024年ですね、新しい年を迎えましたけれども、皆さんにとってどんな年にしていかれる気持ちでですね、新年迎えられたでしょうか。まあ、弊社もですね、いろんなことがありました。新しいフレーバー、新しい商品が出たり、あと最後コラボさせていただいたりですね、たくさんいろんな企画イベントございました。まあ、もちろんですね、2024年ももうたくさんのですねイベント企画、そして新しいフレーバーを考えておりますので、ご期待いただければと思います。Bレジェンドと言いますとですね、やはりこう味を推しているメーカーですので、今期もですね非常に皆さんに喜んでいただけるような美味しいフレーバーをですね展開していければなというふうに考えております。もうすでにですね、もう実は年間出るのはいくつかってこうあるわけで、皆さんの前にお披露目する商品はあるわけなんですけど、それ以外にもですね、実はかなりの数の、まあ、眠ってるっていうと、まあ、違うんですけどね、まだこれから起きようとしているフレーバーがですねたくさんあってですね、社内でこう開発をしていく中で順番を決めて、よし、じゃあ次はこれを出そう、次はこれを出そう、まあ、いうことで展開していくわけなんですけれども、その中でもよりよく、より美味しく、よりこうもっと飲みたいね。まあ、よく B レジェンドに関しては皆様にですね、トレーニング後のご褒美だというふうに言っていただけるお褒めの言葉をいただくんですけれども、まあ、例えばお子さんがね、まあ、飲みたい飲みたいって言って飲んじゃうんだけど、タンパク質こんな取りすぎて大丈夫ですかとかね、まあ、なんかそういうご質問とかね、ご相談をいただいたりもするぐらいですね、やっぱり味で推してますので、まあ、定番品はもちろんなんですけれども、定番品以外の新しい商品もどんどんですね、より美味しくなるように、まあ、全て大体ね、合格ラインに達するところまで持っていくのはもう当然なんですけど、合格ラインを超えてるものもかなりの数あります。これをですね、さらに美味しくするためにどうすればいいかってことを考えて、新しいものを次々に開発を進めてますのでね、皆様のお手元にですね、取っていただきまして、あ、やっぱり B レジェンドうまいなと、美味しいなと、まあこう子供とかね、例えば筋トレしてないようなお父さんお母さんとかでもね、いいと思うんですけれども、やっぱりこうタンパク質、プロテインっていうのはこう大事なものっていう意味でね、本当体にとってすごく大事なものなわけで、筋トレしてるからプロテイン飲むっていうんじゃなくてですね、やっぱりこう体の維持にもタンパク質必要ですから、まあ、老若男女問わずですね、皆様に、まあ、B レジェンドプロテインをご賞味いただきたいなというふうに考えておりますので、ぜひいろんなね、タイミングで、まあ、お誕生日とかね、あるいはまあこれからまたバレンタインもあると思います。ホワイトデーももちろんあります。いろんなタイミングございますので、まあ、そのタイミングで、まあ、プレゼントするもよし、自分にご褒美買うもよし、もちろん毎日のトレーニングのためにね、買っていただくもよしなんですが、ぜひですね、我々、B レジェンドのことを考えるとですね、こう味で、何度も申し上げますが、味で推してるので、美味しさをね、皆さんこう感じていただければ ありがたいなというふうに考えております。クオリティはもうもちろん、最低限必要なことで、ハイクオリティで美味しいプロテインをですね、皆様に、まあ、ご褒美のように、ジュースのように飲んでいただけるような、美味しくごく飲んでいただける商品開発をですね、今年も頑張って、企画もね、コラボも、いろいろと考えてまいりますので、ぜひ皆様、2024年も1年間、応援のほどよろしくお願いいたします。ご要望、いろんなね、ご要望とかございましたらですね、まあ、コメント欄もそうですし、会社の方にもね、いろいろとご連絡いただければと、ご要望にもお答えしていきたいなと考えておりますので、まあ、私、木曜日に、ライブの方も出ておりますので、木曜日のお昼ですね、12時から1時まで1時間をやっておりますが、ライブの方も出ておりますので、まあ、そこでね、コメントいただいても、私にダイレクトでメッセージをね、いただくことになると思いますので、どしどし皆様、ご意見、ご要望いただければと思います。それではですね、2024年も皆様と共に素敵な1年にしていきたいと思います。では、また皆さん、今年もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。